柳屋さんのすけの豆さを鍛える場所ポッドキャスティングださんのすけでございます。どうも落語カフェの青木でございます。はい、8月1日の更新でございます、ね、いやー今月一発目ですね。お熱でございます、はい。今日はね、今月の月番っていう、はいはい、あの長屋さんが出る会落語カフェやっております、はいはいはい、明日の歌謡会でございますが、おい、8月2日、はい、柳家三之助さん。お、あ、本当？あなたですよ。あ、本当ですか、はい、で、お相手が古今亭菊六さんでございます。あら、大変だ。はい、六様が出ますよ、そして、本日またまたあの7月11日収録の続きをやっておりますが、この7月11日三之助のポッドキャストをみんなで撮る会、そうなんです。すごいいいお客様今日。だってこうやると拍手してくれるんですよ。ほら。ね。本当にもう。なんかクズさんやめるの早いですけどね。もう疲れちゃったんですけどね。ずいぶん撮ってますからね。あとタケちゃんの煮干しラーメン食って寝てください。じゃあ今日のゲストでございます。はいはい。はい。林家ボタンさんでございます。はい、ボタンさん。しげちゃん。はい、ボタンさんいつものいらっしゃいませ。本当ですか。はい、いらっしゃいませ。いいですね。いきなりビール飲んでますけどね。違う、角ハイ。あ、角ハイ飲んでる。もうやさぐれちゃってます。はい、ボタンさんに今回来ていただいたなんて、あれ、ポッドキャスト俺の出るの初めてじゃないの？違うの。あの、ホームページ委員会の終わった後に、うん、俺こういうのやってるんだけど撮らないって。あー、あー、それはね、青木くんとやる前。そう、その時がね、辞、うん、めちゃった同期の金賞さんと一緒に撮らせてもらってね、うん、おー、やりましたな、しかしあれですね、僕もあの、まあ、話の途中ですけど、はい、あの長屋さんが客席にいるとこんなにうるさいっていうのも初めて分かりましたね、うん、いや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 、だから私ちょっとね、マイク押さえ気味にちょっと喋ってみようかなとか、僕ら頑張って喋んないと長屋の会になっちゃう。そうです、そうですね、はい、あ、でもね、こっちに来ると意外と面白くないってことが分かったダメ出しが出てますよ。そうだそうだ、あのやっぱね、長屋さんはもうこうなんかね、やっぱね、ひな壇芸人みたいなところがあってるんですよ。あ、なるほどわー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 言ってるところがあって。あ、なるほどね、やっぱりメインに据えるとまずい。そうそうそう、でもお金生きるタイプですね。あのボタンさんはね、今日この収録の回に自らそう呼んでくれっていうんで、フェイスブックで、はい、あのあゆさんにお友達恐れ多くも お友達申請をした。フェイスブックでね。そう、はいはい、でそれであゆさんがなんかこういうことやるよって書いてあった、うん、行きたいですねーなんてこと言って、ね、うん、来たらいいよって言ってました。最近あのツイッターとかフェイスブックを芸人がやってるおかげで、うん、はい、みんなそれぞれの仕事が筒抜けになってるんですよ ね。 そう、あ、なるほどね。それまでってどこでね、長屋がね、稼いでようがね、分かりませんよ、うん、そんなこと。はい、だけどね、あの最近よく分かっちゃうんだよね。だから私ね、偽装してるの。偽装してるの。だってあんまりにもさ、休んでるとさ、なんか、あ、こいつ売れてねえんだなって言われたから、どうしようと思って、うん、で、あ、毎日ね、毎日落語カフェになるとか、詳しいじゃない、ね、水増し請求そう、だからなんか、うん、なんかあの、違うよ、だから休んでるって言うとおかしいから、うん、休みの日は必ず稽古を入れるんですよ。あ、なるほど、ね、稽古なうとか書いてある。そう、笛とか、うん、そういうとか言ってると、ばらけるとね、大体なんか、ね、そう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 、まあ、いろんなね、お習い事やってるんですよ、ボタンさん。落語カフェに一番最初に来た時も、お茶の水で、ギターかなんか習ってたんですよね。ギター習ってた。そこを長太さんに捕まって、違う違う、あのね、京の新愛さんが、あ、さんあのね、グローブ見てたの、ビクトリアでかなりマイナーな話題ですけどね。しかも、私は自転車で行ってたので、ガーって走ってたら、うん、あの靖国通りバーって走ってたら、うん、そしたら京の新愛さんがいて、キュッて止まって、あいさーんって嫌そうな顔して、なんだよって嫌そうな顔してないすごい寂しそうに、でそれで落語カフェ行くから、ちょっと一緒に行くか。なんか京の新愛さんが、俺これから落語カフェ行くんだけどって、いや、じゃあ私もいいですかって、っていう顔を出して、で、行ったら長谷さんがいて、いたんですよ、たまたま。それでその3人が、うん、だったら会を始めようか。違う違う、京の新愛さんが長谷さんに、はい、落語会やろうよ、やろうよってずっと言ってたんですよ。で、はい、私いるのに誘ってくんないんですよ。いやいや、絶対それ長谷さん、だって落語モンスターで一緒に会やってるのに。やってます、やってます。なんで宇太郎さんとかね、長谷さんとか2人で別に、そしたら私を入れてくれたっていいじゃないですか。まあね、入れたっていいじゃないですか、うん、って言ったら、渋々って言って入れてくれた。
でそれが CKB カフェ。そうなんです、 CKB カフェですよ。今ちょっとあの冬眠中なんです。そう、冬眠中なんです。そろそろ復活するんじゃないか、今決めなきゃね、なんて、はい、今年の1月にやっている、今日中に決めて告知しちゃってください。そう、そうこの回でね、超楽しい。そう、今日の新の K、ボタンの B、B、AKB にあやかってなんかちょっと間違えてくる人がいないかな、そうやってみんな。そうなんですよ、ちょうど長田さんが毎回言ってました、今日も AKB と間違えた人は一人もいる。そう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 、そうやって続いていくんだ。ちょ聞いて、でもね、あの私ね、峯岸みなみちゃんっていうの知ってる？峯岸みなみちゃん、そう、誰も知らない、誰も知らない、ほら長谷さんしか知らないじゃん。峯岸みなみちゃんって AKB の人？そう、あの名前は知ってますよ。そう、まあ、どれかって言われたら3人に1人ぐらいだったら当たるかもしれない。48人からはちょっと当たらない。ね、あのね、あのもしドラ、もしドラの、あの、ま、前田敦子ちゃんじゃない方。ああ、もしドラってのは何ですか？あのね、もしも、あ、もしも、ここドラッグストアが違う、セブンイレブンだったらみたいな。ああ、そういう、あの、まあまあまあ、ドリフ大爆笑みたいな。そうそうそう、もしものコーナー、ファン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 みたいな。そうそう、でん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 、そうそうそう、ダメだこりゃ、ダメだこりゃ。それに出てる、そう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 、みなみちゃん、そう、みなみちゃん、みなみちゃん、で、で、その子が、あの、可愛く撮れてない時の写真が私に似てるじゃあダメなんじゃない？ダメなんじゃない？なんか、あの、やっぱりね、みんな覚悟があるの、アイドルは、角度がこう綺麗に撮れる角度があって、うん、で、そのみなみちゃんが可愛く撮れてない時の写真が私に似てるの。あらー、その一番角度の悪い写真と、うん、ボタンの一番いい写真が似てる。そう、ベストショットに似てる。あー、そうそうそう、なるほど ね。どうですか皆さん、ちなみに聞いてみましょうか、うん、ここ20人のリスナーの方がいらっしゃいます。はいはいはい、峯岸みなみちゃん、うん、顔がはっきり分かる人手を挙げてください。1,2 なんで一気に手を挙げてるんですか？わかる。1,2,3,4,5,6,7,8 名さんもいらっしゃいます。結構いるよ。長屋も分かってる。長屋さんが言ってくれたんだ。はい、じゃあで、もう一問いきます。はい、林家ボタンさんが完全に分かる人手を挙げてください。はい、あ、完全にってどういうことですか？ここに来る前から顔も完全に分かってたっていう人。はい、裸がどうだとかする。1,2,3,4,5 は、あ、もう圧勝ですよ。林家ボタン、もうここにいる。いや、それは本当、いや、本当ね、もう本当ってことですね。ね、世間とはまるっきり逆と。こういうところを切るのが大変なんです。いいじゃないですか。いいじゃないですか。がまずいっしょ。俺全部今まで全部切ってるよ、青木くんが。ね、うん、あれやっぱりね、ちょっとねまずいなと思って、後でほら、そうそうね、右翼が入ってきても困るからさ、ね、ね、こういう話してる時に絶対僕使わないつもりで喋ってますからね。あ、なんか編集点作ろうとしてるでしょ。そうそうそう。で、僕さらにそこでちょっと一つエピソード言っていいですか？はい、あの、僕の友達の太志くんっていうね、はい、出ました、有名な有名な太志くんのとこに毎回女の子が来て、うん、猫が飼ってるんですよ。チャーっていう猫なんです。可愛いんですよ。って言われたのこれは使えないですか？使えないでしょ。使わない時って私全然喋んない。全然喋んない。よくわかると思います。こういうところを今日は皆さんは楽しんでいただく。どこを使わないかっていうところを楽しんでいただくっていう。大好き。太志くん関係ないじゃないですか。太志くん、これ聞いてたら連絡ください。僕10年ぐらいやってない。本当太志くんのエピソードすごいですよ。太志くん、まあ、全然放送できないけど、そうそう、ボタンさんは、はい、あのこのポッドキャストをよく聞いてくれてますよね。よくじゃないけど、でも、あの断片的によく知ってるよね。なんで今よく聞いてるでいいじゃないですか。なんで今ちょっと少し引こうとやっぱそれはファンの方に比べたら全然ね。BGM 基本的にファンっていないと思いますよ、この番組。いやおかしいでしょ。ものすごくなんか、あのほら、日常の中で時間が空いてる人じゃないですか。そうですよ。いや、そんなことない。最近ね、どんどん大きくうなずいてる人たくさんいました。だってね、最近この放送はどんどん長くなってるんですよ。最初1回目青木くんと撮った番組って19分ぐらいしかないんですよ。で、今は1時間半回して40分以上はまあ使いますよね。そうですよ。あ、その大変なのも本当編集が。いや、編集絶対大変。編集してないってことは僕ね、うん、さっきみたいなことばっかり言ってますけど、ね。だからじゃあもう最初からさ、はい、言わないそういうねこと言った方がいいですよ。最初からそういうね、あの P 発言をねやめていきましょう。まあ、そうですね。三之助愛さんのことを思ってね。わかりました。やりましょう、これから。気をつけて。じゃあボタンさんのこのコンプライアンス、ね、これをちょっと。コンプライアンスって何？
コンプライアンスって今ね僕コンプライアンスって言って多分合ってるなと思ったんですけど何って言われるとちょっと分かんないんですけどイメージね、コンプライアンス、まあ、全然何も分かんない。いやこの放送はコンプライアンスはちゃんと守りますよ、はい、いわゆるあれですあのこのなんかにあの範囲ですね、善意との範囲、キャパシティ、キャパシティ、なんかお客さん微妙に違うって顔してるよ。教えて。お客さんはちゃんとコンプライアンス分かってます。つまりあれでしょ。どこまでを良しとするかってことでしょ。コンプライアンス。グレーゾーン。グレーゾーンってグレーゾーン。企業内。そうですよ。企業内はその時どこまで OK かってことでしょ。要するに。法令遵守。コンプライアンス。順守、うん、だからここで4小節以上歌っちゃいけねえとか、はいはい、それコンプライアンスなの。だってジャスラックに怒られる、著作権。だからジャスラックがグダグダ言ってるだけでしょ。かかってこいよジャスラック。案外強いよ。ジャスラックはね、右翼と一緒だよ。怖いんだよ。本当ね、本当ね、はっきり言うけど、本当すいませんでした。あの川柳師匠が言ってました、はい、俺は喧嘩するのも早いけど謝るのも早いよ。見習います。それが大事。どうしようかね。ベースポイントを、なんかいまいちそんなに使えてないんですよこの会話。でも楽しい。なんでいいじゃん。ミニカーションなんか CM もね。ちなみにボトンさん炎上祭り何ですか。私ね出ない。身も蓋もない。ラブボタンも宣伝も。浜松でね、あのちょうど同じ日に祭りがあってね、そっちで仕事。あ、浜松出身ですか、ね、岡崎ですね。浜松といえばボタンさんとか、とほら李承志を、滝川李承志をね、うん、それからよくこの ポッドキャスティング出てるパンダっていうね、うん、あーそうパンダさんね、ここでよくベロンベロンに酔っ払って、ね、大好き、パンダさんでもご主人がめちゃくちゃかっこいいね。皆さん知らない。あ、そうなんですか。会ったことありますよ。あれね、すっごいかっこいい。結婚式も私知ったもん。そうなんですか。しかもプライベートで。司会じゃないですか。友達じゃないですか。そうめっちゃ主賓席にいたもん。じゃあ浜松で頑張っていただいて。そうなんか近々の告知なんかないんですか。近々はですね、9月2日に、はい、あの自分の初めて独演会を。おお。なんかね、ずっと勉強会っていうのをやってたんですけど、うん、独演会っていうのは初めてで、で、まあ、本当にちょっと9年目なんですよ。10年でやろうと思ったら。なんで9年目なんですよって。違うんだけど、10年目でやればいいのに、なんか9年でやることになって、なんか中野芸能小劇場が空いてるけど使わないって言われて、じゃあまあそんなに空いてるならじゃあって言って、でまあやりましょうか。それきっちり言っときましょう。9月の何日ですか。9月2日です。9月の2日、はい、平日なんですけれども、平日、はい、金曜日ですね。はい、そうです、はい、6時半会場の7時開演、はい、7時開演、はい、で、まあ、2000円なんですけれども、はい、ポッドキャストを聞いて来たよという人は前売り料金、はい、三之助の、ポッドキャスト聞いたと、聞いたという人は前売り料金。長屋さん聞いてましたか。絶対必ず。はい、ポッドキャスト聞いたよって言えば、そう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 、安くなった分は長屋さん出してくださいね。よろしくお願いします。はい、なんか長屋さんの眉毛がだんだん小さくなってきて、マロみたいになってきたんだけど、大丈夫ですか。クゲクゲクゲでおじゃる。あれ眉毛じゃないですよ、何の焦げ目ですか。何の焦げ目。焦げ目の長屋さんもね、はいはい、というわけで、はい、林家ボタンさんでございました。お姉さんありがとうございました。覚えててくださいね。教えてください、聞いてみようのコーナー、はい、ということで、はい、ゲストとお客様の2人が質問を交換し合うという画期的なコーナーでございます。はい、なんかこれ実は3回目なんですけども、はいはいはい、だんだんまとまってきましたよ。まとまってきましたよ、うん、すごい。これノー編集でいけるように頑張りましょう。頑張ります。はい、はい、ということで今日のゲストはどなたですか。はい、林家ボタンです。そしてですね、今日の、お客様はですね、はい、落語カフェの昼間のカフェでよく、お茶してくださる三枝さんでございます。はい、よろしくお願いします。三枝です。三枝さんはクラブボタンに、はい、まあ行ったって言っても1回行っただけなんですけど、1回、ね、1回行かせていただきました。また今度もね、またぜひ行かせていただきたいなと、今日いきなりボタンさんいてびっくりしたでしょ。あ、驚きましたね。これ誰にも知らせてない、そうなんです、ね、私もね、行きたいなってフェイスブックで書いただけなんで。なるほど、はい、ねえ、さあその2人が質問を交換してみましょうということで、まずはじゃあ
はい、西草さんから翔太さんに質問してください。はい、何でもいいです。どんどん神羅万象神社仏閣何でもどうぞ。いや、あの正直、はい、あの和装の女性っていうのに割とグッとくるタイプなもんですから、はい、変態ですね。そんなことない。今日はあの浴衣でいらっしゃいます。そうです。まあちょっとボタンさんだったら、はい、ちょっと待ってください。なんとなく芸人っぽい、ちょっと素人っぽくない感じですけども、そういうさんじゃないですか。ウコウさんで、ウコウさんじゃないですか。ちょっと似てる。ウコウさんは本当に変態です。違いますよ。そういう疑いがあるといけない。ウコウさんに似てる。はいはいはい、はい、ぜひちょっとその和装のボタンさんと、はい、ほいほい、私とでどっかちょっとデートに行くならば、はい、どういったところにだったら来ていただけるかなと。そんなのお前が決めろよ。お前が決めろよ。なんで私が決めなきゃいけない。いや、なんでプランニングしなきゃいけないんだよ。なぜ女の私が決めなきゃいけないんだろう。すごい大変。もうそう、お任せっていうのやだ。何食べたい。もう入り口から。じゃあ、まあ、西草さんだったらどこへ連れて行きたいですか。そうです。まあ、いきなりね、まずいきなり振られましたけれども、うん、まあ、はい、もうかなり今やる気がなくなっちゃった。エゴじゃない。思いません。いや、どこ行きたいですか、行くとすれば。いやー、まあ正直ちょっと、はい、あの温泉とかにね、お花茶屋行きたいから。お花茶屋はかなりちょっと、あの堀切勝負園それもあのチャリ圏内なんで、私特別なあの、はいはいはい、温泉温泉行きたいな。何温泉ですか。ちょっと待って、はい、いきなりのデートで温泉させてよ。君はなんかやるな君。でも本物の変態じゃないの。温泉ってランクあるし。ちょっと待ってくださいよ。いきなりでしょ、うん、いきなりデートで温泉誘って行く女の人っていいんですか。ちょっと温泉が良ければ行くんじゃない。日帰り日帰り温泉。何だって別にじゃん。健康ランドみたいな。ちょっと待って、泊まり？いきなり。温泉？あ、みんなほら、みんな待ち組みさん。ちょっと女性陣はちょっと拒否反応してますよ。女性陣、温泉泊まりでいきなり行く人？あ、みんな。長屋は行くって。長屋行くって。行かない人？あ、ほら、みんな行かない。はい、みんな、はいはい。じゃあ、日帰り温泉だったら行ってもいいかなっていう人？あ、温泉はね、今のところ 1,2,3,4,5,6 人中日帰りでギリギリ1人でした。はい、ね、多分あの、ね、日帰りが OK という方にちょっとだけ聞いてみますけど、はい、温泉好きですか。やっぱり好きなんですよ。どうしてもだって日帰り温泉別々ですから男女。いや、日帰り温泉じゃなくても別々ですから。そうだよ、泊まりだったら婚浴。昨日まで温泉行ってたもん。あ、それが婚浴だった。そう、那須高原ホテルに、はい、その那須高原の温泉にさ、混浴だったんですか。うん、水着着用だったそこ。ああ、そう、あ、じゃあ混浴っちゃ混浴です、ね、スパみたいな感じ。そう、スパだったんですよ。それがあの金言亭馬生師匠、はい、下のお師匠さん、はい、馬生師匠があのここであのずっとね、終わった後に打ち上げで話してたんですが、ずっとあの、え、うちの一門は基本的に混浴ですって言ってたんですよ。いやそう、ずっと翻訳ですごいね、あの人たちね。そうなんですよ。で、馬地さんとかほとんど馬生師匠のお客さんの突っ張ったを見たことあるっていう。そういう気持ちもあるんだ。裸の付き合いをしてるから。すごいですよね、でもやっぱりいきなりあのボタンさんに裸の付き合いを求めるのはちょっと難しかったです、ね、ああ、そうですか。まあでもね、あの和装の女性が好きだから、まあ温泉あたりに行けばね、うん、和装しますからね、うん、いや、止まっちゃうね。俺がね、新潟にこの間弥彦村行った時に和装の女性バーって来たの、うん、全部おばあちゃんだったの、うん、あの芸者さんが芸者さんおばあちゃんが、芸歴50年以上の方が。そう、でこの間、落語みたいだね。そう、本当に来て、うん、でもね、芸はすごいできたから、うん、いいんじゃないですか、弥彦村。弥彦村、あの着物着た女性がサービスしてくれますから、ぜひ弥彦村に。とりあえず弥彦村に行っちゃって、うん、そこで考えると。そう、佐藤家さんも、ね、踊ってくれますし、ね、うん、とりあえずボタンさんからは拒否されちゃいます。あ、そこのところはちょっと諦めていただいて。とりあえず質問、西草さんから、はい、ボタンさんへの質問に対しての答えは、お前が考える。お前が考えるでいいわけですね。うん、そうですね。はいはいはい。はい、じゃあ、逆質問いきましょうか。はい、じゃあ今度はボタンさんから、はい、西草さんへの質問。はい。はい、なんで落語カフェに来たんですか。なんでまず一番最初、うん、何で知って、うん、どういうつもりで来たのか、うん、うん、
最初ですか。例えばボタンさんの場合は、うん、ほらあのたまたま京の神さんがグローブ見てたからで俺これから落語カフェ行くんだって一人じゃ行きづらいから、うん、もし落語カフェ来ておいでね、あの落語カフェ来たら芸人はサインを書いてもらうんだって聞いてたんですよ、ずっと、うん、来る前から、うん、で私が行ったら普通にあのお客さんだと思われて何も芸人だって認識されなかったら寂しいから行かないって言ってたんですで結構繊細な感じですけど、ね、で京之介さん、京之介さんが今人の名前を京之介さんが紹介してくれるって言うから来たんです。ああなるほど。でどういう感じで来たんですか。もうどういう感じで来たかも分かんないぐらいに普通に入ってきちゃいましたね。いや普通に来ないでしょ。剥が書店、あの剥が書店か。いや剥が書店剥が書店だよ。なるほどね。いや剥が書店に温泉シリーズありますよ。なんか変なカセットテープ売ってるもんね。完全に変態の領域ですよこれ。僕この話を広げたら僕結構いろんな引き出しありますけど、それ僕黙っちゃう感じですよね。別番組別番組。え、それだなんでなんでこのだこの古書センターに多分用事があって来たんですよ。剥が書店ですか。剥が書店じゃない。あの同じフロア、あのなんです神秘思想的な精神なんとか的なスピリチュアル、スピリチュアル系、スピリチュアル、ええ、あの最近コーヒーも生体の先生からあそこに行って本見てきたらいいんじゃねえのみたいなこと言われて、うん、来た時に生体の先生結構あれですね、結構あのラフの喋り方ですよね。いいんじゃねえ いいんじゃねえの隣の本屋でスピリチュアルね。あのティーニグジー書店ですよね。あそう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 、最近あのコーヒーを、コーヒーをね、コーヒーを出すという落語カフェより安いという、ね、うん、この間来たら落語カフェが休みで、うん、でちょっと歩いてったらティーニグジー書店さんがコーヒー出してるって言うんで、はい、ちょっといただいて飲んじゃった。おい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 、つまり何ですか、古書センターでコーヒーが出ればどこでも行っちゃうっていうことですか。あまあちょっと一服できればいいかなっていうまあ僕ね記憶にあるんですけれども、はい、ね落語カフェがね取材受けてたんですよ、うん、で、テレビですかね、あれ NHK だかなんだか忘れたんですけども、うん、あの取材受けてて佐々木さんがちょうどいたので、あの取材受けてて、あの落語カフェ、なぜね落語カフェにこうやって来るんですかって、週に1回ぐらいは来るかもなーなんて言ってたんで、うん、なぜ来るんですかって言った時に、うん、なんて言ってなんか言ってくれるんだろうなと思って僕期待してたんですね、うんうん、そしたらあのね確実に座れるんです、空いてるから間違いない。でね間違いない、まあ、思った通りバッサリ買ってました全く使われてなかったですね最初。いや今日は使いましょう、今日は使いましょう、はい、今日はこれはもうバッチリです、間違いないです、はいはい、ありがとうございます、はい、ボタンさんと三枝さんでございました。ありがとうございました。どうもありがとうございます、はい、間違いない。ということで他にも、はい、たくさんいただいてるからどんどん紹介しましょう、はいはい、これは、7月11日、はい、さんですけどポッドキャスト、これさっきの続きで大丈夫です、はい、大丈夫です、少し詰め込まないと4周年様、はい、これなんだ、おこれ小橋さんじゃないですか、小橋さん、小橋さん、これあれです、生ハムとシャーマンの詰め合わせです。おしゃれだな、おいしそう、これ黒シュートとミラノサラミ、ね、うん、イタリアンアンティパスト、アンティパスト、アンティパスト、ありがとうございます。そしてこっちは、うん、これはチーズですね。あ、チーズで食べてる、ブリーチーズ、ね、うん、そう、ただあの今日ワイン出てなかったですからね。じゃあ今度またなんかサングリア、サングリア、ちょっと近いうちこれをおつまみにできるような何か会したいですな。いいですね、小林さん。そしてですね、シャンパーニュ、万が一残ってしまった場合はですね、はい、包み込めるようにフリーザーバッグが入ってます。ああ、はい、今日も忙しい合間を抜けてね、ね、来ていただきました。ね、本当真面目な人です、はい。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。お客さん込みもね。はい。そうですよ。今405人ですから、はい。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、続いては池田さんがね、池田さんね、ほら、はい、随分前にね、
あれを下すったでしょう、あの、なんだっけ、切腹もなかじゃなくて、すすの切腹もなか、違いますよ、あの、お餅ですよ、口どけのいい、感謝の気持ちという、はい、美味しい餅菓子をいただきましたが、はい、今日はね、そこと同じお菓子屋さんのお菓子をまたお持ちいただいて、はい、なんか、お近く、お近くだって言ってましたよね、はい、会社の近くで ね、これはあの赤坂の青野という、あの、まあ、老舗というかね、まあ、いわゆる有名なところですよね、和菓子の青野ですね、はい、その名も、富久もなかとか言って、富久、富久、富久って僕らってやっぱ反応しちゃうよね、はい、落語ね、富久さん、富久持ってますか、よくやります、おお、よくやる、すごいね、中谷さん、どっか新商っぽいとかありますからね、あ、どこがですか、本店新商っぽいです、何でもやる、みたいなね、感じでございますな、さあ、これはね、説明書きがあるかな、はい、これ、富久もなかはここには書いてないです、あ、あった、はい、ありました、はい、おかめとひょっとこ、おこれなんて読むの、おかめとひょっとこなんて読むのこれ、これね、も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 したっていう、もしたなんと、ね、どうですか、かたどった、ね、もう一回いきますよ、ね、はい、おかめとひょっとこをかたどった皮に大納言のあんをたっぷり詰めた縁起の良いもなかです。本当だ。これなんか片っぽがひょっとこの顔でね。片っぽがおかめの。裏表違うもなかがね。桜川ピンスケ系のね。はいはい。最高の最高の。そうそう。本当だ。おかめとひょっとこだ。藤松、藤尾。藤松。これね、分かりました。マニアックすぎて分かんないです、うん、この説明を聞いて分かりましたよ。これ、とめぎゅうもなかじゃなくて、福もなかって呼ぶんじゃないですか。そうだそうだ。だって、おかめとひょっとこだもん。そうですね。福ですね。福だ、うん。僕らこれ見ると、すぐとめぎゅうって呼んじゃいます。これ、職業病ですね。はい、職業病。どこで聞いてもらえます。じゃあ、これちょっと私いただきます。はいはい。よっ。どうですか、うん、普通にうまいね。本当これが一番か、うん、だからお茶飲みたくなるわ、ちょっとゆうちゃんお茶入れて、はい、あ、はい、うまいわこれ、ゆうちゃん全然さっきは吸われてない、つばんですね、つばん、あ、いいですね、やっぱりこういうもなかとかってのはそのお店の実力がね、出、はい、ますよ ね、いっぱいあるだけに、でもね、ちょっとね、見てほしいな、皆さんにも、本当にね、あの型取りがね、はい、うまくできてますよ、はい、すごく微妙、裏と表のね、うん、片方ね、あの、おかめの片方のところでね、いいですね、はい、ありがとうございます、はい、続いてご紹介するのは、はい、稲田さんが持ってきてくれた、はい、稲田さんね、稲田さんはあれですよ、ね、何をリスペクトしてる髪型でしたっけ、うん、なんか不思議な髪型してますね、なんだっけ、なんか涼しいっつってましたよ、涼しいっす、横がってね、刈り上げてね、床屋行って涼しくしてくださいって言ったら、そうそうそう、でもちょっと氷室京介みたいな髪型してる、ね、もう立ってました、つんつん、そうそう、柔らか濡れ線、あ、これちょっとしょ甘じょっぱくて美味しいですね、あ、それ美味しいですよ、美味しい、これはあれで茂原市だから三之助くんの地元ですね、千葉県ですね、千葉ですね、茂原、はい、こういうあのちょっとね、今日はみんな持ってくる、いろいろ持ってくるだろうから小ぶりのものを持ってきましたなんてね、ちょっと添えてくれながらいただいたんですよ、あ、そういう心遣い、これあれで電子レンジで加熱するのもあるんだね、 そうそう、はい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 、濡れ線はね、そうそう、温めても美味しいんですよ、ちょっとお餅みたいな、濡れ線つながりのものもあるので、え、なんですか、それ、なんですか、濡れ線つながりあります、うん、はい、ぬれせん、寺内さん、はいはいはい、寺内さんからいただきました、やはりこれもぬれせんべいでございます、あ、これだ、これ見たことない、あ、これ美味しいやつですよ、これね、実は食べたことある、実は神保町で売ってるんですよ、え、そうですか、これね、所詮ブックマートで売ってるの、あ、そう、ブックマートにグランデ、なぜか所詮グランデで売ってるんですよ、ぬれせんべい、グランデ、これ長子電鉄かなんかが、これ長電ですよ、あ、長子電鉄が、あ、長電じゃないですよ、これね、石神だ、石神の濡れ線、そうだ、思い出して、僕長身に、うん、あの遊びに行った時買いました、これ ね、これね、うん、長電の濡れ線は全国的に有名ですけど、うん、実はこの石神の濡れ線がね、あの地元ではね、結構ね、うん、売れてんですよ、これよくやっぱり銚子出身の方ですからね、この寺さん、僕の高校の後輩、後で分かったんですけど、ね、これはね、石神は私もね、実際ある田舎帰るとここの買ったりする、うん、でそれも、あの銚子の濡れ線ってね、すごいしょっぱいんですよ、うん、このしょっぱいのがね、また酒のつまみにもなるんじゃないかってぐらいしょっぱいせんべいなんですが、うん、それの薄味ってのがあるんですよ、分かりました、ちょっと、あ、そうそうそう、ちょっと食べてみましょう、はいはい、いただきましょう、これ売ってたんですか、はい、
よくね、これはね、どこが薄味か分かんないよ。分かんない。結構しっかり味ついてますよ、ね。うん、味ついてるよ。じゃあ薄味じゃねえやつはもっとこれ、ね、そうですよ。僕薄味じゃないの食べたことあるんですけど。うん、あ、そう。結構ガッツリでした。これよりもね、かなりついてる、はいはい。醤油食ってると言ってもいいぐらい。そう。うん。やっぱ一番ね、醤油のね。薄味で結構ね。でも結構ゆうちゃんなんかちょうどいいんじゃないの？結構しょっぱいの好きでしょ？はい。どうです？美味しいです。いいね。美味しいです。いいね、ゆうちゃん。で、なんで銚子ってぬれ線の名物なの？なんだろうね、調味、あれやっぱりお醤油がいっぱいあったからかな。あ、でお醤油をだからつけちゃ焼くんだけど、うん、あの普通のせんべいよりもジュバーって粉がつけちゃってまた焼くわけだよね。そう、寺尾さんね、三之助くんの高校の後輩だったよね。うん、ね、一律一律調子高校、調子高校、調子高校、はい、調子の名門だっつって、調子くれてんじゃねえよみたいな、そんな感じ、調子くれてんけ、まああれですね、この時間帯から言って言ったことにも何の自分の余韻もない、あ、言っちゃったって感じもないでしょ、言っちゃったっていう感じもないんですよね、もう覚えてないでしょ、なんて言ったか、そう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 、ぐらいの感じで、いや、まあそうやっていろいろいただいて、せんべい、やっぱおせんべいとか多いですな、他にもありますね、はい、ゆうちゃん紹介してください、はいはいはい、これはね、あれですよ、群馬から、はい、福田さん福田さん、ね、福田さん、はい、群馬から、群馬、いらっしゃった、はい、またね、この群馬からね、ここに来てくれたって嬉しいですよね、うん、逆に大丈夫かなと思いますけどね、はい、黒胡椒せんべい、これ、うまい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 、これね、意外と芸人さんね、そうあのね、ピリッとね、ちょっとピリッとして、はいはいはい、ね、うまい、で聞いただけで、うまい、これうまい、ちょっとこれ食いますよ、じゃあこれ今入ってから一応、おせんべいはね、これうまいよね、これうまい、日本人でよかった、これ飲むとね、酒が大体進むんだ、うん、これやっぱりビールにも合うんだね、そう、ビールと辛いだね、これいいんですよ、非常に、うまい、うまい、うまい、日本酒はうまいよ、うん、うん、俺ちょうど今日本酒飲んでる、いやな、さっきからどんどん食ってるけど全然飽きねえな、皆さん全然かぶらないね、うまいね、職人だね、みんな、うん、バリバリ食うわ、ね、うん、そう、やっぱりね、貢ぎ物もプロなわけです、ね、すごいな、やっぱみんなね、考えて持ってる、ポジション食って、濡れ線食って、うん、ちょっとしょっぱくなってきたなと思った頃に、うん、面白いコーヒーとか、うん、面白いね、で、菓子ばっかりあれだなと思ったら、午後中に豚がいね、そう、シューマイとね、もう飽きない、これはね、うん、うまいっすね、いや、このね、お土産はまだまだたくさんあるんで、次週にもご紹介したいと思いますので、まあ連続で食うんですけど、はい、そのまんまいきますよ、いいね、いいね、はい、ありがとうございました、ありがとうございました、盛り上がってますけれども、ね、今10時45分になりまして、ね、かなり人数が減ってきましたよ、そうですね、はい、やっぱりあの田中ゲーム酒が入ると結構持ちますね、そうですね、今から電話して大石さん呼ぼうかと思ってはい、なんですけれども、はい、随分お帰りになりまして、はい、残った人数が、ね、ゆいちゃんが今お見送りに行ってますんで、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19人、はい、ゆうちゃん入れて20人になりまして5人も減りましたね、はい、ってことは10人知ってればセーフということになりますかね、はい、10人知ってればセーフになりますよ、はい、このままいきますよ、はい、はい、皆さんも、思い浮かべながら参加してくださいよ、はいはい、田中ゲーム、ルール分かってますね、ルールもう一回言いましょうか、田中って聞かれたら田中で、思いつく有名人、はい、下の名前をこう浮かんで、はい、で言ってみんなとバッティングしてなかったら勝ちです、はいはい、だけど知らない人はダメですから、はい、なおかつ半分の人が知っている必要があるということでございます、だんだん説明もこなれてきました、はい、はい、で、次のお題ですね、はい、どうしましょうかね、誰か思いついた人いますか、たまには下の名前でやりましょうか、おお、名字じゃなくて下の名前で、これは結構難しいね、はい、いきますか、じゃあ何にしましょうかね、男の人にしますか、女の人にしますか、これも難しいですね、外人いきますか、思いっきり、うわーすごい強そうだな、じゃあジョンにしましょう、うわジョンでいきましょう、ジョンですよ、今回ジョンですよ、ジョン、ジョン、何でもいいんですよ、松尾鈴木周りです、
ジョンなんとかでもいいですし、なんとかジョンもありです。全部入ってない、ジョン。なんで？いやいや、でもこの中からジョンなんとかもありますし、なんとかジョンもあるけど、いやいや入ってればいいんですよ。ジョンが入ってればいい。ただし、ジョンソンダメです。間に入ってください。だからジョンソンダメですよ。頭、ね、それ姓か名前どっちでもね、そうそうそう、ジョンなんとかジョンでもいいんですよ。だから松尾鈴木と一緒ですから、はい、そうですね、なんとかジョンでもいいし、これでもジョンなんとかで、まあ、なんとかジョンって人はなんとかジョンって人はあんまり一人しか思いつきませんけど、ただ言ってみたら誰も避けるって言わないかもしれない。そうですね、一人は取っちゃうかもしれない。でも3週目に差し掛かって相当難しい問題が出てきました、はい、今一品師匠おっしゃってましたけれども、はい、あのベン・ジョンソンダメです、はい、あれジョンソンですから。そうですね、はい、ジョン・ジョンソンならいいんですけど、まあいるかどうかわかんないです。すごく面倒くさいです、はいはいはい、ゆうちゃん、はいはい、ゆうちゃん、今問題、新しいの出ました。ゆうちゃんだけポールです。ポール、ゆうちゃんポールです。ポールがつく有名人、はい、ポールがつく有名人ですね。はい、探してください。はい、いいですか、みんな考えましたか。プーソさん、プーソさん浮かびました、はい、プーソさんはほら外人ですから。そうだね、はい、プーゾさん、ちなみにあのハンドルネームがプーゾさんじゃないですか。どういう意味なんですか、プーゾ。マリオ・プーゾ。ゴッドファーザーの脚本家のマリオ・プーゾのプーゾ。だから外人に詳しいんですから。じゃあもうジョンはバッチリですね。はい、じゃあジョンが浮かんでない人いますか。浮かんでない。でもほら、なんとかジョン浮かんだんでしょ。言ってみたらいいよ。ね、いや、一瞬はちょっと待って。あ、はい、いいです、はい、いいです。はいはい、ジョンですが浮かびましたか。大丈夫ですか。はい、はい、皆さん浮かびました。皆さん浮かびました。ポール浮かびました、はい、ポール。いや、ポールじゃなくてあなたもジョンでいいです。ジョンでいいです。はい、いきますよ。はい、いきますよ、いきますよ、せーの、ボンジョビ。ああ、ほら来たよ、ほら来たよ。はい、来たよ。はい、どうだ。万次郎。はい、万次郎。はい、はい、ダメ。万次郎6人ですよ。これはかぶるよ。はい、どうぞ。ジョン・デンバー。おー、ジョン・デンバーセーフ。カントリーロードですね。はい、ジョン・デンバー知らない方。おや、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11。残念。ジョン・デンバー知らないんだ。これね、外国人に詳しくないってことは知らないって可能性が増えるんですよ。そっか、あの、あれですよ、カンチロー、それは知ってるけど、その名前を知らない。歌った人ですからね、もう知らない。結構いい曲多いですよ、フォローミーとかね、ロッキーマウンテンハイとかね、結構いい。だから洋楽となれば、ほらね、得意になる。あのね、日本で僕ね、感動してね、あのちょっとびっくりしたの、加藤登紀子さんと一緒に琵琶湖修行の歌を日本語であのソロで歌った。めちゃめちゃ良かったです、じゃあ次の方。トラボルタ言った人、はい、結構いますよ。うわ、トラボルタがもう6人、はい、残念いますね、残念。はい、じゃあトラボルタですね。はい、はい、ジョン・ウェイ。ジョン・ウェイ、はい、ジョン・ウェイ知らない人手を挙げて。1,2,3。ゆうちゃん知ってんの。あ、言った。あ、ジョン・ウェインダメです、言ってます。出ちゃった。あ、出ちゃった。ジョン・ウェインは映画監督、役者さんです。役者さん、西部劇の行き馬車です。ああ、そうか、行き馬車、はい、結局ダメってことになります、はい、マチコミさん何でしたっけ。おばあさんもかぶった。はい、じゃあプーズの名前。ジョン・ウバジョン・フォガティね。誰も知らねえよ、ジョン・フォガティは。ジョン・フォガティ知ってる人、はい、あれ4人ですよ。ジョン・フォガティってあのね、CCR、クリーデンス・クリオ・ウォーター・リバイバルっていうバンドのボーカルで、はい、ね、この歌は知ってますよ。でも、あなただったら知ってるでしょ、うん、あの、Have You Ever Seen the Rain っていう、三之助を見た回でいつもかかってるんだよね。はい、雨を見た回、はい、I wanna know have you ever seen the rain っていう、あれを作った人ですよ、もうアル中でね、ぶっ倒れちゃってなんか何年も活動してない感じがありますけれども、はい、でもあとそうひどいアル中になって、ね、10年ぐらい活動してなくてソロになって出て出した曲が The Old Man Down the Road って曲だったんですよ。もう老人がぶっ倒れてるっていうそのまんまの曲で、まあ、80年代に最後にヒット飛ばして以来ちょっと聞かないですね。ジョン・バゲティダメだよ、こんなの。はい、どうぞ。ジョン・ F・ケネディ。あー、素晴らしい。いた、あー、 あー、 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 あー、
F ケネディダメでした。F じゃなくて F ケネディ、はい、ダメでした。はい、どうですか。ジョン・キューザックは知らない人結構いいんじゃないの。知らない人。ジョン・キューザック。あ、残念。ジョン・キューザックはどういうのに出てます？うん。はあ、はあはあ、役者さんですね。いや、なかなかいい役者さんですよ。アカデミー賞も取ってますよね。助演かな？ジョン・キューザック。詳しい。やっぱり横文字詳しいわ。僕はあれですよ。いろんなもののライターやってましたからね。幅広く知ってます。ちょっと突っ込むともう急に黙りますから、ね。ガクーンと黙りました。はい。はい、どうでしょう。万次郎かぶり。はい、どうですか。万次郎かぶり。はい、どうです。あ、みんなかぶってます。長円かぶり。はい。長円さんは万次郎。野心さんはトン万次郎。万次郎。ミキー賞はトラボルタ。トラボルタ。おーし、俺ジョンボンジョビ。あーやばい。初めて勝った。ジョンボンジョビ知ってますね、ジョンボンジョビ知らない人。あ、ほら全員、あ、風船さん。風船さん死んじゃえばいいのに。出た。何年ぶりだろう。何年ぶりかで出ましたね。出ました。レモンはみんな避けましたね。ということで、今回被れなかった人は、お、俺だけ。おお。やったー。さすが青木先輩。3週目終わって、はい、今のところ、3連勝はいなかったわけですね。ああ、そうですね。じゃあ、2勝してる人、お、結構いますよ。1、2、3、4、5、5人いますよ。1勝の人、あ、結構いますよ。はい、で第4週はですね、はい、3ポイント入りますね。ジャンプアップ、ジャンプアップ。次週を楽しみに。時間はどんどん残酷に過ぎます。はい、残酷でございます。もうそろそろ11時半というところで、はい、今週の3週目ですか。はい、3週目もありますよ。エンディングでございます。皆さん、ちょっとね、感想を聞きながらお別れしようと思うんですが、はい、田中ゲーム面白かったですね。田中ゲーム成績はどうでしたか。一勝だけでした。あ、一勝、でも一勝したいいですね。はい、ね、ありがとうございました。はい、どうですか。楽しかったですね。本当に今日は、何杯飲みました。もうさっきからあなたまっすぐ向いてない目がトロンとしてトロンとしてます。なんとなくさっきから五感を触ってますけど大丈夫です。だいぶ飲みました。たくさん飲みました。たくさんね、売り上げに貢献してそうです。ありがとうございます。で、どうでしたか。もう一杯飲むつもりだったんですけど、飲まずに終わってしまいました。まだお時間は。まだ大丈夫ですよ。ネバーエンディングでね。そうでございます。一気に一生、どうも遅くまでお付き合いいただきました。ありがとうございました。おはようございます。おはよう。いやだけど本当にね、こういう機会もいいね。うん、で長谷さんと今日本当に初めて俺ゆっくり喋ってこんな人だとは思ってうるさいでしょ。いやでもね、ちょっと好感持てた。あ、そうですか。ありがとうございます。いや、いい機会になりました。一気に今何時ですか。もう一気に今なんか普段だったらもう朝立ちしてよっていう時間ですよ。いやいや、俺ね、ぐっすりぐっすり眠ってね、一回目を覚ます時間です。トイレに行く時間ですね。トイレに行く時間なんだ。11時か、もうちょっと寝るかみたいな感じで。もう一眠りで行きたい。3時ぐらいだと完全に起きちゃいますね。そう、はい、今日は突然来ていただいて、いやいや、どうも、飛び出してすみません。じゃあ皆さんで、せーのでまた来週行きますかね。はい、行きますよ。せーの、また来週。